5年前になるんですけど、まあ、その時は上の子がまだ2歳になる前で、奈良公園とかこの自然がある場所に連れてきた時にすごく生き生きしてたので、ああここいい場所だなと思って移り住みました。世界遺産に登録されているようなお寺がやっぱり散歩の途中でもあちこちにあって、まあ、フラッと入るともうその場所が一つの遊び場みたいになるので、まあ、子どもたちにとっては散歩の一つの通過点というかそんな感じですね。友達とかが奈良に来た時はやっぱり奈良町の雰囲気もいいですし、あの格子の家が続く路地も素敵なんでおすすめしてます。東京からの知人とか友人が来た時にやっぱり朝からあのご飯どころもやっていて便利だっていうのもありますし、観光案内所もあるので近くですしよく行きますね。高畑サロンは志賀直哉が暮らした家のすぐお隣にあって、志賀直哉さんもこのサロンの庭を見ていただろうし、もともと人が集う場所だったとは思うんですけど、お庭も素敵でそこで飲むコーヒーもすごく美味しいですし、本当に居心地がいい場所です。やっぱり飛び火野に行くと最初の気持ちが蘇ってきて、ここに住んでよかったなって改めて思う場所ですね。